アラペコアザラシと申します。三国志14、難易度は5級、シナリオは群雄割拠、選択君主は李鶴。第25回を始めさせていただきます。前回は3万がこもる生徒に6万の兵で攻め込んだところ、1万しか減らせずに壊滅したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。こちらで包囲占領が出るのがよくわからないな。ここを取ったところでどう包囲占領になるんだこれは。で、攻守4万出していきましょう。呂布と、あとは周隊、天下無双、聖者、いや天下無双だけでいいでしょう。で、こちらこういう戦法を持って、この3000の部隊を攻撃して退却してもらいましょう。天下無双の出陣だ。いや、もういっそのこと行くか。いや、待てちょっと待てよ。出陣取り消しで2名、官職ちょっとつけていきましょう。政党将軍、こちらに呂布、そして西南将軍長領で、正々将軍、こちらにはまあここは長遠さんかな。で、西北将軍に関連で、甲冑で大丈夫ですね。とりあえずこれでいいでしょう。で、移動呼び寄せ、関連、甲冑、長遠呼び寄せましょう。急ごう。で、甲州から出撃で呂布、長領、周隊、こちら奉仕で天下無双、聖者、両来聖者で、固有戦法と飛矢、こちら全軍率いてまずこの部隊を落としましょう。天下無双の出陣だ。で、洛陽の周りですね、順調に落としてますね。そしたら曹操たちはここで待機で、曹操もここで待機でいいでしょう。で、花崗園が一気にここまで落として、ここに布陣しましょう。これでいいでしょう。で、こちらですね、2部隊出てるけど4万ずつぐらいいるから、ちょっと防御はそうね難しくないでしょう。ただちょっと陳留にちょっと将軍を入れときましょうかね。芝居たちが甲州にいる、候補数は上陽にいるってことだから、芝居たちを呼び寄せようかな。参ろう。で、牧羊には呼び寄せで法政さん、では向かうとしよう。もうね、生徒はじっくり落とさないといけないですからね。じっくり大量の軍勢で落としましょう。それでは甲州の周り見ていきましょう。この3000の部隊が逃げていくかどうかですね。逃げてこないか、よくまあ突っ込んでくるな。奮戦入れてくるとはなかなか虎尺ですね。かっこいいな、周隊さん、寡黙で。僕とは大違いだな。で、この2000も向かってきて、報告いたします。そしたらこの2000の部隊も攻撃仕掛けましょう。分かった。で、こちらですね、包囲占領のマーク出てますね。あとは花崗園が南下してくれるのを待つだけですね。あー、洛陽の大衆が高純さんなんだ。ぜひ仲間に加えたいですね。で、花崗園であればもう一気に行けるでしょうから、ここを落としたらそのまま攻め込みましょう。で、この軍勢も全員洛陽に流れ込みましょう。では進めていきましょう。疾走持ちですからね、これは一気に行けるでしょう。よし、これで包囲占領発生ですね。お、こちらもですね。はい、これで包囲占領が発生と。
に従え。でこちらで落葉の周りも包囲線量発生ですね。聞いてください。であとはこちら牧羊周りに来たのか。そしたらこちらまあ法政さんがいるから法政は眼光使いますからね。これならなんとかなるでしょう。であと律戻すか。いや律はちょっとこちらまで行って退却しましょう。で牧羊から出撃しようと思えば法政さんがいるからまあなんとかなるでしょう。でこちら長安周りですね。うまく動いてますね。なんでこんな勝者隊が出てきてるんだ。この3体でちょっと攻撃しましょう。まあ兵を減らすにはちょうどいいですね。であとはこちらの部隊は逃げていくと。そしたらこの3体でこの府まで行きましょう。任せろ。でまた輸送隊がついたら甲州から出撃いたしましょう。さてそれでは落葉の周りを見ていきましょう。では進めます。まあ落葉はもう簡単に落ちますね。このターンで落ちるんじゃないか。耐久値半分。うん、このターンで落ちそうですね。耐久値4分の1。花公園もつきましたからね。はい、落葉も陥落です。光純さんうまく仲間になってくれるといいけど、捕虜にできるといいですけどね。あー光純は逃げちゃったか。まあ投与してもじゃあ捕虜になってもらいましょう。あ5万か。小規模なんだ。ご確認ください。いやあ溢れちゃったな。そしたら最後の拠点ですね。曹操と曹仁、曹操投石、曹仁が八門金座、こちらを持って袁紹最後の中原の拠点、函谷関を函谷関じゃないから、ここはどこだっけ、函谷関ですね。函谷関を落としていきましょう。皆の者、出陣だ。でこの部隊たちは何がしたいんだ。白馬落としただけで帰ってく感じだぞ。で李通さんがね後ろからねもうね襲いかかってますね。いやーこれは李通だけで倒せるでしょう。であとは呂布たちがもう一度進軍し始めてる。甲州1万4000また出していきましょう。喜礼さん、奉仕で異礼三世正社、こちらで出していきましょう。でこの府まで行きましょう。いざ行かん。でまた高梁の1万2000入った輸送出しましょう。もうどんどん輸送入れてますからね今。さて参るとするか。で決済イベント司令制覇ですね。これで1200またアップですね。であと長安周り、長安周りはちょっと微妙っちゃ微妙だな。この舞台でトートンさんはここを抑え、李鶴と郭氏でやはりここは美を抑えるべきだな。で漢中からこれは長安に向かってますね。となると常用の武将たちが無駄になる。候補数シュシュ満潮、候補数とシュシュも、候補数とシュシュも活かせるか。五花の辺と眼光、こちらを持たせ長安進行戦に参加させましょう。みんな行くぞ。昔からのねメンバーでもありますからね、候補数と主旬はね。では長安周りの動き見ていきましょう。特にこの円光さんと関水の動きですね。
これが援軍で美の方に向かってますね。それが厄介だな。ご確認ください。この1万1千をなんとか落とさないといけないですね。また強くなってるな。ここで待機か。そうするとここで待機しましょう。で、李通はここまで行ったら退却ですね。では長安の周り見ていきましょう。この2体がな、太子寺たち、共に行こう。太子寺たちを狙ってこなければいいんですけどね。ただ単に長安に入るだけだったら勝ちが確定するんだけどな。なんかそんな気もしますけどね。さてさて、函谷関にはもう曹操がついて、あ、残り4000ですね。これは確実に落ちますね。あとはやっぱり長安周りの争いだな。で、成都付近は相変わらず呂布が突っ込んでますね。いやー、呂布一人で突っ込むの危険だな。五国隊を追いかけて勝手に成都の方にまで突っ込みそうだな。ちょっとここで待機だな。わかった。で、甲州1万2000。また軍が集まったので、今度は、陳久さん出していきましょう。いや、旅霊機だな。で、奮戦聖車。こちら8000。率いて、この府まで集結しましょう。出陣よ。で、同様に、南蛮豪遊。猪突のない南蛮豪遊、また出していきましょう。こちらの府を抑え、ここまで進軍です。出番だな。で、県内からはまた出てきていると。でもまたね、兵が入りますからね。もうここはガシガシ出していきましょう。ではちょっと不安なのはやっぱ長安周りなので見ていきましょう。こちら円光と関水が長安に入ってくれればよし、入ってくれない場合はちょっと戦わなきゃいけないですね。この曹人を舐めるな。いいですね、曹人かっこいいな。なんで顔料ここに出てきてるんだ。しかも奉仕じゃなく、奉仕、あの眼光じゃなく奉仕で。報告いたします。無駄なことしますね。で、これは円光たちは長安に入らずどこに行くつもりだ。ちょっと不気味ですね。ただ行き過ぎてしまったので徐行と太子寺は予定通り周囲の歩を抑えに行きましょう。承知した。で、李鶴と郭氏で、なんだ、李鶴と郭氏でここをちょっと守りに行きましょう。やるか。本当どう動くつもりなんだろうな。で、また甲州に1万8000入った。出撃いたしましょう。今度は陳久さん出していきましょう。で、眼光で、いや、ただこのまま甲州攻められた時のことを考えて、眼光使える陳久さんはちょっと残しておこうかな。その方がいいですね。ちょっと陳久は防衛に残しておきましょう。ではこちら、この歩を抑え、ここで建設陣張って、他の軍が到着するのを待ちましょう。いや、この軍でここまで行って、ここに建設陣ですね。で、呂布はこの歩を抑え、ここまで行って、ここに建設陣。分かった。これでいいでしょう。呼んだ。で、旅霊機もここまで行きましょう。やるわよ。さーて、今回はね、兵力不足にならないようにね、もうガシガシ兵向かわせてますからね。で、また趙雲たちが出てきていると。また率出すことになるな、これは。で、こちら白馬、ちょっとね取り返しておきましょう。水耕使える方、
周光さんでいいでしょう。白馬を抑え戻ってもらいましょう。出陣する。さてそれでは心配な長安周り見ていきましょう。円光さんと関水さんの動きですね。落石だなこれは。いやー理覚を攻撃しに来ましたね。大規模再走。聞いてください。となるとこちら攻撃を仕掛けましょう。攻撃と、どうした。でこちらも攻撃と、でこの2体も攻撃を仕掛けていきましょう。任せてくれ。いやーちょっと理覚がやばくなってきましたね。円光さんと関水さんにねダブルで攻撃食らってるからな。でこの眼光2体、この眼光2体はまあこの歩まで行けばいいですね。で生徒付近ですね、6万8000。これで生徒落ちるんじゃないか。いやだけどここはちょっとね焦って軍動かすのは良くないですね。この約2万動かすか。観念長遠高中、こちら出していきましょう。吸収飛矢、金歩強襲連動で、あと新旧でこれで約7000で6000ちょいで出ますからね。でここまで進軍させましょう。ついてこい。これでいけるだろうこれなら勝てるだろう。もう甲冑とかね、関寧とか我が軍の至宝の3兄弟まで連れてきましたからね。であと問題はここですね。玄関たちも来てますからね。では見ていきましょう。多分理覚は破れることになると思いますけどね。あとは他の2体で倒せるかどうか。はい、函谷関陥落です。でこちらでよし吸収が入った。まあ理覚は仕方ないですね。よし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 、関水も平坦切りましたね。では徐行でここまで布陣しましょう。これで長安周りは倒せますね。あとはこの玄関たちをどうするかだな。このまま放っておくか。で玄関たちが長安を取り囲んだらぐるっと囲んで平坦を切って、その後長安を落とせばいいですね。でついでに函谷関から出していきましょう。そうそう掃除で投石と八門金差で、曹操がこのルート、あ曹仁になってましたね。曹仁がここ、そして曹操がこのルートで攻撃を仕掛けましょう。皆の者出陣だ。また攻め込んでますね。で両毛も出てますね。で牧羊6万4000、立各方正がいるからこれで十分いけるんだが、光順の動きがちょっとわからないですね。承知しました。そしたら光順の、光順は猛暑か、猛暑か。そしたら間に合わないかもしれないですけど、ちょっと率で吸収だけ持って1万5000で、ちょっとこちら総抵抗、いやーちょっと無理だろうな。やめとこう、無駄な軍を出すのはやめよう。光順の動きを見てから出しても遅くはないですね。さてそれでは長周りの戦いを見ていきましょう。円光さんも多分問題なく倒せるはずですね。よし軍勢入った。もちろん拒否です。大丈夫たる者の志を見よ。よし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 、
いいですね。これで撃破ですね。で、炎光さんも捕らえたと。で、あとは玄関たちが向かっていると、長安にね。で、カオが道館にいるのか。報告いたします。いかがだったでしょうか。長安の周りはなんとか劉備軍は掃討できました。しかし孫策軍が玄関を中心とした部隊を長安に派遣しており、予断を許さない状況は未だ続いております。そしてあとは成都方面、約8万の軍で今度は攻め込もうとしております。果たして今度こそ成都は落ちるんでしょうか。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。